熱海十番商店街ご通行中の皆様、お店でお買い物中の皆様、お仕事中の皆様、大変大きな音でお騒がせをしております。こちらは港区議会、元港区議会議員山本ヘルミでございます。ただいまから約5分ほどこの場所で街頭演説を行いたいと思います。少しの間だけ大きな音でご迷惑をおかけいたしますが、どうかお許しをいただきますようよろしくお願いをいたします。私山本ヘルミ、10年前港区議会に一度公職をさせていただいた経験もございます。この春になりますと、これからの港区の在り方を決める大事な季節も到来をしてまいります。私山本ヘルミは、税金の在り方、町の安全安心の在り方、高齢者介護の在り方、そして、子育て支援の在り方について、現地現場で悩んでいる皆さん、困っている皆さん、あるいはいろいろと考えている皆さん、志している皆さんの声をきちんと港区政の中枢に送り届けていきたいというふうに考えております。今日はその中で高齢者介護について触れさせていただきたいというふうに思います。港区議会議員としての任務を離れてからこの8年間、私山本ヘルミは区内の介護施設並びにサービス付き高齢者住宅で勤務をしておりました。特にですね、この港区をはじめ都心で次の住みか、人生の最後の瞬間をどうやって迎えていくのかということを、現場の働いている皆さん、そしてご高齢者の皆さん、あるいはその家族の皆さんといろいろと話し合ったり、あるいは考えたりをして時を過ごしてきたわけでございますが、大変ですね、今この都心でこの次の住みかを見つけるということは大変難しい時代になっております。今港区では私が勤務をしている施設2カ所あるんですが、その場所を含めまして今3カ所、残りの1カ所、これ港区が数年前に六本木駅の裏に作ったサービス効率付き高齢者住宅があるんですけれども、その3カ所のみでございます。そしてこういった公営の施設や、あるいは大きな資本がバックについているような場合は、いいといたしましても、一般の民間の事業者が例えば土地代が高い、あるいは建設費がかかる、あるいはその施設の運営費にお金がかかる、そうなってきますと当然利用料金も割高になってきますし、そういったことが当然利用者の皆さんに、しわ寄せとして、なってくるような状況です。ただですら、この受け入れる場所が少ない上に料金もかかっている、そのような状況の中で、港区としてですね、もっともっとその受け皿を増やしていく、そして、そういった人生の次の住処を目指したい、そういった皆さんのニーズに応えられるような受け皿を増やしていく、あるいはですね、支援をしていく、そういった取り組みが必要であると私山本ヘルミは考えております。こういった施設、これからもまだまだ必要になってまいります。例えば人口の中でも、おそらく6割7割ぐらいの中間所得者層の皆さんが一番割を食っているのではないのかなと感じております。そういった皆さんの声をですね、きちんと政治の現場で政策の形で生かしていきたい、元港区議会議員、私山本議員、そのように考えております。毎週土曜日または日曜日、この場所で街頭演説を行わさせていただいております。もし何か今日のテーマでも含めまして、身の回りのことや街のことに関してお感じになっていること、あるいは疑問に思っていること、困りことなどございましたら、このように自転車に登りと、そしてスピーカーをつけて自転車を押しながら街中を移動しておりますので、どうかお気軽にお声掛けをいただきますようよろしくお願いをいたします。こちらは港区議会、元港区議会議員の山本ヘルミでございます。こちら交差点を一角をお借りいたしまして、街頭演説をさせていただきました。ご近隣の皆様には大変大きな音でご迷惑かと思っていますが、ご清聴いただきましたこと、心より感謝を申し上げさせていただきます。ありがとうございました。山本ヘルミでございます。